こんにちは。気まぐらアナウンサー、ユージにーにーです。お元気ですかはい。今日はですね、こちらでございます。はい。聞きやすい、よく通る声になるにはということでお届けしていこうと思いますけれどもね。まあね、よく聞くのはね、口ごもるっていう感じそれから、聞き返されちゃう。え今なんて言ったみたいなね。それから、録音するとね、まあ普通は綺麗に聞こえるんだけど、一部だけ、ね。 今何みたいなねそういういここととってよくあることなんです話し方を向上するっていうことはやっぱりこちらに書いてあるようにね聞きやすい声になるということはですねナレーションが飛躍的に向上するっていうことそれからプレゼンでより多くの人を引きつけるそしてオーディションに受かりやすくなるこういうことが挙げられるんですね。 一度コツががかれば評価は上がってくるんです。ここで差がついてくることが実は多いということを覚えておいてください。そして聞きやすいよく通る声。一度コツが分かると簡単なんですけれども意外と知らない人が多いんです。そこで今回はですね周りの評価が上がる聞きやすいよく通る声。これについて解説していこうと思います。この動画を見るとね、 あの周りの人がね、聞きやすいって言ってくれたり、それから人を惹きつけるようなプレゼンテーション、これがね、できるようになってくるんですよ。また、なんでね、聞きやすい、よく通る声がいいのか、また、なんで聞きやすい、よく通る声が必要なのか、このあたりもですね、いろいろお話ししていこうと思います。 でちなみに私は IAS、インターネットアナウンサースクールの講師をやってまして、今、無料のカウンセリング受け付けてますからね。今日は2023年の3月でございます。はい。あと2、3ヶ月は無料でやってると思いますんで、あのー、申し込みはね、下の概要欄に URL 貼ってあります。ね。そこから申し込んでみてください。そして、この動画、 とっても興味が湧いたというんであれば、チャンネル登録、そしてですね、高評価のボタンもお願いします。はじめにね、聞きやすい、よく通る声、なんでそれが必要なのかということをお話ししていこうと思います。まあ、ぶっつけ本番でね、原稿を読もうとすると突っかかっちゃったりね、それから、あの、プレゼンテーションやろうと思っても、ぶっつけ本番だと、どうしてもね、あの、原稿に頼っちゃったりして、何を言ってんだか 分かんなくなっちゃう。うん。頭が真っ白になっちゃうなんていうね。そういうこともありますよね。だから、そういうことになると、やっぱりね、全体的にこの人って、どうなんだろうなって、マイナスのイメージがついちゃうんですよ。あとはね、長く声を出すと、やっぱりね、喉が疲れて、ガラガラになっちゃって。ね、えー。それで聞きづらくなる。こういうこともありますよね。つまりね、内容が伝わらないわけよ。うん。そうすると、一本上子になっちゃったりしてね。 あこれでねつまずいちゃったりするんですよだから発声練習とかね滑舌響く声それからできればですね微濁音それから無声化、超音こういうのが必要になってくるわけですよねそのため原稿読みそれからあとはプレゼンの前なんかはね、えー、なんかリハーサルみたいのをね 十分にやるっていうことが必要になってくるわけですよ、あのー。内容を把握していないと、ますますその人マイナスになっちゃいますからね。このあたりはね、やっぱり注意点としては挙げられますね。あとはね、その人の個性なんで、原稿読みでじっくりとね、何度も何度も読み返して、これでいいのかなと思うような人もいるし、プレゼンであれば、やっぱり原稿を 一時一句読むんではなくってあの大体のね概略をつかんでおいて自分で説明していくこれがね大事なことですよねちなみに私の場合は午前中の仕事の場合ね あのー、このね動画も作ってあるんだけど声を起こすっていうようなねことをやりますで午後から仕事をやるときもやっぱりね「はっはっは」って腹式呼吸をやってみたり「いういう」ってやってみたりあとはお茶立てさせたさも立てさせたしこれはね滑舌にすごくいいんですよねその他にもパラピリプルペレポロとかねそれから声の響きを出すために「うーん」 ってやってみたりとか、うんうんうんってやってみたりとかね。こういうことをやってます。はい、そうすると声がだん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 ね、えー、調子が良くなってきて、うん。喉のなんかな。声帯が柔らかくなるっていう感覚ね。そういう感覚になりますよ。でね。よくやるのはね。あのー、聞き直しうん。本番前に一回ね。録音してみるんですよ。で、えー、聞き直してみて。それで声の調子。なんかどうなのかなね。 聞き取れるかな、よく聞こえるかなみたいなねそういう感じをね確認するということなんですねでもう一度聞くメリットなんだけど頻繁に失敗する箇所それから聞きづらい箇所をチェックして今後に生かすことができるということなんす。 ね、録音しておかないと新しい原稿とかプレゼンであのまた同じようなところをね間違えちゃったりするってことはありますからねはいで私のおすすめですけれどもやっぱりね一つの原稿を一回ね録音しておいて調子いい時にねでその原稿をもう一回ね合わせて読んでみるそうすると声のちょっとね調子がどこがおかしいかっていうのは細かいチェックができるのでねそれでもねなかなかね声の通りがいいかどうかわからないっていう時にはね プロに聞いいててみてください <laughs> その他にも、あのモノマネうんこれはね、すごくいいんですよ。好きなアナウンサー、ね、ナレーター、それから声優さん、こういう人たちの声の出し方、それから YouTube でもねあの、プレゼンテーションやってる人って結構いるんで、好きなね、そのプレゼンテーターにね、まねをする、これはね、本当にね、うまくなりますよ。 それじゃあ聞きやすいよく通る声にはどんなことが必要か練習方法を含めてね5つのポイントを挙げて解説していきます。この5つ1つ目が声の出し方を改善する2つ目が話し方を改善する3つ目が響きのある声の練習をする4つ目が発声練習をする5つ目が声を休めるということでまず1つ目。 この声の出し方を改善するっていうところなんですけれどもね、えー、正しい声の出し方が重要なんですね。で口の開きでしょうそれから大きな声ではっきりと話すということと滑舌さっきも言いましたけれどもお茶立てさせたさも立てさせたしあるいは他の動画に出てますけれども「ういろうり」っていうのをねこれをね何度も何度も練習するとかなりね 滑舌はクリアになってきますで、あとは腹式呼吸ですね。あの、胸式呼吸って言ってね、胸から出しちゃう人がね、ほとんどなんで、お腹かから出さなきゃいけないんで、この腹式呼吸をね、えー、うまく使えば、声の出し方っていうのは改善できると思いますね。では、2つ目、2つ目は話し方を改善するということで、これはちょっと技術的なところなんだけど、ペース配分とかね、間を置くっていうね、この注意、それからゆっくりと話す。 これがね、なかなかね、うまくいかない人多いんですよ。なんかね、緊張するとやっぱりね、あのー、早くなっちゃうっていうね、そういうことありますね。あとはね、あの声のテンポ、ポン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 っていうテンポ、それから抑揚、ワン、ワ,ワン、これはやりすぎですけれども、<laughs> ね、こういうことをうまーくね、あの組み合わせて、えー、よく通る声、聞こえてくるわけですよね。で、やっぱりね、あともう一つね、重要なのはね、超音、ロングトーン、ねえー、これね、 前も言いましたけれども、あーっていうのが30秒行くか行かないかがプロとアマの境目って言われてるんですね。で、ロングトーンっていうのを、あーっていうのができないと、切ってはいけないところで切っちゃったりする、こういうことがあるんですね。で、例えばこの文章を見てください、ロシアのプーチン大統領はロシア軍が占領下に置くウクライナ東部ドネツク州南部の港湾都市マリウポリを訪問しました。まあ、こういうい文章がありますけれども これね、間を置こうなんて意識しちゃうと、ロシアのプーチン大統領は、ロシア軍が占領下に置くウクライナ東部ドネツク州南部の港湾都市マリウポリを訪問しました。何言ってんだか全然分かんないでしょ。ね、これをやっぱりペース配分、間を置く位置、それからゆっくり読む、ね、テンポとか抑揚もしっかりとつけると。 いいううううここととでで読んでみるとこういうふうになりますロシアのプーチン大統領はロシア軍が占領下に置くウクライナ東部ドネツク州南部の港湾都市マリウポリを訪問しました。うん、こんな感じで読むんですね。そうすると、間を取るところっていうのはね、基本的にはロシアのプーチン大統領はここで間を取るんだけど、ここのあと間を取るところ、一番いいところは分かりますか実はね港湾都市 マリリウポリこの間、都市とマリウポリの間、ここで間を取る。つまり、ロシア軍が占領下に置く、ここから港湾都市までは切らない方が聞きやすくなる、うん。だから、よく聞いててくださいね。ロシアのプーチン大統領は、ロシア軍が占領下に置くウクライナ東部ドネツク州南部の港湾都市、マリウポリを訪問しました。ね、こういうふういふに マリウポリの前まで切らない方がきれいに聞こえるということなんですね。で、今、店舗のことも言いましたけれども、ね、ロシアのプーチン大統領は、こんな感じでね、ロシアのプーチン大統領はじゃなくて、ロシアのプーチン大統領は、今、抑揚とテンポがポンポンと少しずつついたの分かりますかロシアのプーチン大統領じゃなくて ロシアのプーチン大統領はあんまりやりすぎるとよくないロシアのプーチン大統領これねよくないんだけどもロシアのプーチン大統領はこれぐらいだとね話すテンポとか抑揚っていうのがねついてきますよねでこれもやっぱり話し方の改善にはつながるわけです3つ目はね響きのある声の練習これね響きがね出てくると深みそれからマイクのノリ全然変わってきちゃうね で、これからね、ちょっと練習方法をね、説明しますけれどもね、これでね、聞きやすい、よく通る声になる、これね、一つの秘訣なんですよ。はい。まあ、簡単に言うとですね、鼻歌、うんーうんー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 うんーうんーなんて言ってね、こういうね、鼻歌をやるのもいいんです。鼻歌をやるとね、鼻の響いてるところっていうのがよく分かってくるのね、それから美楽音、この練習はやっぱり、うんが、うんに。 んね、こういうふうにんをつける。これでオーバーにやってみる。うんーがこんな感じでね。んーうんうんこういうふうにやっていくとビラ音がだん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 分かってきます。はい。それからもう一つね練習方法としては響きのロングトーンっていうのがあって、これはあの三十秒とか考えなくてよくってうんーっていうこれだけでいいん。 うん、これを練習すると最初のうちはね鼻周辺だけがピリ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 って響くんだけどその後だん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 、ね、顔全体が響いてきて頭蓋骨まで響く最終的に、ね、僕なんかね手の先まで響くようになりましたでここまで来るとやっぱりねマイクには乗りやすいし喉には負担をかけないで済むっていうことだからねこの声を響かすってことはとても重要なことなんですねそして4つ目ですけれども発声練習ですね これはもうね、あの、ボイストレーニング、よく言いますけれども、欠かせないものです。うん。もう日常的にやるべき。ね。朝の声出しとか、カラオケで歌を歌うとかね、そういう時も、やっぱりね、このボイストレーニングになりますんでね。できれば、カラオケなんかに行って、ボイストレーニングした方がいいと思いますね。ちょっとこれ見てください。これ、アナウンサーがみんなやってるようなね、ボイストレーニングなんですけれども、あえいうえおあお、かけきくけこかこ。 させしすせそさそたてちつてとたとなねにぬねのなのはへひふへほはほまめみむめもまもやえいゆえよやよられりるれろらろわえいゆえおわおねこれがね、えー、例えばねゆっくり読んでねあえい,いこういう風うにねゆっくりそして一つ一つ思いっきり吐き出しちゃったりねそれから あの逆に読むっていうのがあってね, <laughs> ねこういうふうに口の開きなんかを考えながらあの逆に読んでみるこういう練習方法もありますでは続いてこれですけれどもあのまずね <laughs> そしてこれが美諾です ががげげぐごごこれもさっき言ったようにがげぎぐこういうふうに一つ一つ出す方法それからががががげげげげぎぎぐぐごごごごこういうふうに逆に読むっていうことも練習のうちの一つになりますねではちょっとね細かくなりますけれどもこれもねやってみましょうキャケキきキュケキョキャキョギャゲギギュギャギョギャギョ じゃじゃじじゅじゃじょじゃじょにゃににゅにゃにゅにゃにゅびゃべびびゅべびゅびゃびょ。ぴゃぴぴぴゅう、ぴょぴゃぴょ。みゃめみみゅめみょみゃみょ。りゃりゅりりこういうふうに、同じようにね、きゃ、け、き、ね、一個ずつ読んでいく。きゃけききゅけきょきゃきょ。きょ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 ききょきききゃこういうふうにね、逆に読む。 これも一つの練習方法になります。これはね、自分なりにね、いろんな方法あると思うんで、それをね、えー、見つけて、そのやり方でやっていくといいと思いますね。そして最後、これ結構重要なんですけれども、声を休めるっていうことね、練習しすぎてね、声出しすぎちゃう。無理に大きな声出し続けると、喉が疲れて声がかすれたりするんですよ。これはね、危険信号ですよね。ね 声を休める時間を設けて、それで喉を保湿するようなこと、よく通る声を、ね、保つことがこれでできるようになるわけねで。例えば、ぬるめのお茶でうがいをしたり、それから、飴をなめてみたり、ミントよりもミントじゃないほうがいいと思うけどね、それから、温かい飲み物、これね、時間をかけてゆっくりと飲む、これで少し声を休めることもできるし、それから喉の保湿。 ね、これもできるんでだいたね練習しててもやっぱり10分から15分ぐらいねゆっくりとね、えー、声を休める時間取った方がいいと思います。で今日はねこの5つ1つ目が声の出し方を改善する2つ目が話し方を改善する3つ目が響きのある声の練習をする4つ目が発声練習をするそして5つ目声を休めるというお話をしてまいりました。で最後おまけなんですけれどもね 最初からやっぱりね、聞きやすい、よく通る声になろうな、完璧になろうなんて考えないほうがいいんですよ。うまくいった録音を何回も何回も繰り返し聞いてみて、それでブラッシュアップしていくと。で、こういうことを繰り返し繰り返しやっていくと、だん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 いいものになってきます。ね。で、例えばね、僕なんかはね、あの、アナウンサー試験、ね、最初のうちはね、全然分かなかった。うん。 それ,でそれでもずっとこういう練習をしていってだん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 ね1時が受かるようになって2時が受かるようになって最終面接まで行って最終的にどうなったかっていうとね実はね2社受かっちゃった <laughs> だからこれはね本当一1社断るの大変だったんですようん本んに今でも申し訳ないなと思ってるんだけど同時に受かっちゃった自慢してるわけじゃないんですけれどもでもそういうことがある だから、練習録音改善、ね、練習録音改善、何度も何度もこれを繰り返し繰り返しやっていくことによって、ブラッシュアップして、ね、効果が出てきて、結局ね、聞きやすい、よく通る声、これになるわけですよ。はい まあ、ぜひね、チャンネル登録お願いしますね。それから、面白かったら高評価のボタンもお願いいたします、はい。そしてね、コメント欄がありますんで、コメントなんか書いてもらうと嬉しいですね。励みにもなりますし、ね、だからリクエストなんかもね、書いてくれると、今度、じっくりね、えー、企画を立ててやっていきたいと思いますね。はい、ということで、今日はこちらですね、聞きやすい、よく通る声になるにはということで、お届けしてまいりました。 今日もご覧いただきまして本当にありがとうございましたお相手は気まぐれアナウンサーユージニーでしたそれでは今日はこの辺でさようなら